こんにちは。ディレクター、今日は何の企画なんですか？私が欲しいものを集めてもらいました。この中からどれ買おうかな、何買おうかなって考えながら決めていきたいと思います。購入品をいっぱいいろいろあるので、なんかちゃんと商品説明を交えながら今日そうですか、お願いしてもいいですか？はい、今回しっかり商品説明をしながら私は選んでいきます。それでじゃあ早速もう紹介お願いいたします。わかりました。じゃあ早速始めたいと思います。はい、まずはゴールドウィンです。中のやつですね。そうですね、アクトローバージャケット。表生地がゴアテックスのインフィニアムウィンドストッパーです。蓄えいい防風性、それから撥水加工もありますし、耐水性も強いですし、風が吹くたびにこの柔らかくて暖かい実感ができる生地ですね。こちらは積み込んでくれそうな一着ですね。そうですね、すごい軽量です。それからですね、中綿も海洋プラスチックゴムを再生した、環境を考えた再生素材になってます。ハイブリッドな一着ですね。そうなんですよ。どうですか監督？ディレクター、それなぜ作ろうと思ったんですか？もうまずそこからいきます。監督、あんまり分かってなかったんで。あ、じゃあそこのご説明いきたいと思います。実はですね、私はまずこちらの同じウィンドストッパーパフミルジャケットっていうんですけど、こちら欲しいなと思ったんですね、展示会で見て。こちらのアクトローバージャケット、これが原型なんですが、こちらも欲しいなと思ったんですね。欲張りですね。そうなんですよ。これを着てて寒くなったら上からこれ着ようかなと思ったんです。逆にそれをインナー使いにしてっていうことですか？はい、はい、っていう風に考えたんですけど、そうすると予算的にも結構高額になるなと。2つ買うってなると。そうですよね、2つ買うってなると、はい、考えたのが、アクトローバージャケットのいいとことパフミルジャケットのいいとこを合体させた方がいいなと思った。それが別注なんですか？そうです、アークネッツのアクトローバージャケット、はい、すごいいいとこ取りじゃないですか。そうなんですよ。ていうか実際別注着てるとこ見せてもらってもいいですか？はい、じゃあまず着ていきたいと思います。はい、こちらがアークネッツ別注のアクトローバージャケットです。ディレクター、なんかいろいろと細かい点とか説明してもらってもいいですか？そうですね、こちらの仕様は同じようにアクトローバージャケット、はい、ゴールドウィンのと同じダブルジップなんで、まあなんかいろんな表情を見せられるんですけど、あとはですね、生地を柔らかくしたことによって、ここがスナップだと破れてしまう可能性があるんですね。あ、生地が引っ張られて。はい、あまりひどく扱うと。なのでここはマジックテープにしました。でマジックテープで全面に貼らないで、ポイントでいろんなこうやってこなしができるように丸のマジックテープつけたり、縦長のマジックテープつけたり、全面に貼らずにいろんなポイントでこう止めて切れるように仕様変更しました。結構細かなところまでこだわってるんですね。そうですね、これはなんかいろんな着方ができるように考えました。こちらにストッパーがついてるので、はい、こちらで絞ったりしていろんな形やはり作れます。ちょっと丸み持たせたりとか。そうです ね、今ちょっと絞ってるんですけど、これで今監督が言われたように丸みが出せます、うん、ただですね、ポケットはスナップ仕様にしてます。それはなぜですか？はい、やはりポケットは大事なもの入ってる可能性があるので、しっかり締めた方がいいなっていうことで、開かないようにスナップにしてます。ただですね、こちらは中に芯を入れて強度を増して、マジックテープでなくてもここの生地が破れないように強化してあります。アクトローバー同様、こちらにはですね、ハンドウォーマーの生地を貼ってあるので、ポケットに手を入れてもあったかいです。最高ですね。はい、でさらにですね、中にもインポケットがあるので、ジッパーを開ければこちらにさらに物は両側ともに入れられます。どうですか監督？めちゃめちゃ便利ですね。めちゃめちゃ便利だし、軽くて着やすいです。一着である程度の寒さは耐えられるように作り込みました。さらにここにフードも収納されてるので、本当に寒い時はフードかぶっていただいてっていう形もできます、はい、なんでこれはやっぱり欲しいかなっていうところです。じゃあちょっと狙ってる一着ですね。はい、はい、じゃあディレクター、次もお願いしていいですか？はい、いきますか。次はゴールドウィンです。また暖かそうなやつです、ね、そうですね、これはですね、今回はキャプテンサンシャイン、ゴールドウィン、バトナートリプルコラボシリーズのダウンジャケットです。なんだかすごそうですね。このエクスペディションダウンジャケットっていうんですけど、はい、こちらはもともとキャプテンサンシャインで定番に出てるんですけど、これ結構実はなんかヴィンテージでも出てくる形で、すごい人気のモデルなんですね。こちらはですね、キャプテンサンシャインのブランド10周年の記念モデルっていうことです。製作されたんです。表生地はゴアテックス、インナーは900フィルパワーのダウン量を使ってます。
すごいですね、900フィルパワーだと。すごいです、これ最強です。これもなんかすごい軽いです。軽くて着やすいです、こちらも。これも最強の一着です。着るだけ着てみますか。お願いします。はい、かっこいいですよね。いや、かっこいいですね、それかっこいいんですよ。で、これ本当寒くなったらもうこれ上まで締めればもう完璧ですよ。はい、もうこれ最強です。で、やっぱりあのミリタリーによくあるポケットの内側にドローコードが入ってるので、これ引っ張ればこうやって閉まるんです。これはもう真冬に最強です。次はサロモン。珍しいですね、ディレクターサロモン。こちらもサロモンですね、シューズ。こっちはもう完全にトレランです。もうこれポイント、監督なんとなく気づいてると思うんですけど、はい、サロモンらしくないからです。僕の知ってるサロモンのスニーカーじゃないなって思いました。はい、王道の人気のモデルじゃないので気に入ってるんです。ディレクターらしいですね、そういうところが。そうですね。あとはですね、このソールがごついやつってクッション性も高いし耐久性も優れてるんで、だから実際に履くのもすごくいいんですよ。本当なんか歩きやすさも兼ね備えてる。そうですね、まあ見た感じわかると思うんですけど、もう履き心地も間違いなくいいですね、これ。この作りサロモンらしく研究されてるっていうか。そうですね。で、私子供の頃からサロモンって実は馴染みがあって、はい、スキー、スノボーブーツはやっぱサロモン使ってたんで。やっぱ冬って言ったらサロモンのイメージですよね。そうなんですよ。だから意外とサロモン愛着があって、さらにこのごついスニーカー出たので最近履いてますね。あと急に路面が悪くなった状況の場所に行く時にもバッチリなんです。耐久性と安定性は優れてます。ただ私のポイントはごついからです。ディレクターの好きなポイントですね。はい、はい、そのごつさ分かんないんで履いてもらってもいいですか。履いてみますか。はい、はい、履いてきました。こんな感じですね。違和感ないですね、ディレクター。はい、違和感ないですよね。はい、でこのなんかかっこいいですよね。あ、なんか横からのシルエットかっこいいですね。はい、フィット感もすごいです。これクッション性すごいです、ね、全然違いますね。これこちらのソールのこの間に入ってるこの、はい、光沢が何とも言えないですよね。全部黒っていうのもなんかかっこいいですよね。そうですね、それもなんかちょっとこう沈んだ黒でいいですね。サロモンに見えなくていいですね。確かにそうですね。何のスニーカー履いてんだろうってなんか気になりますね。意外と飽きが来ない感じでいいですね。これずっと使えそうですね。使えそうです。やはり次はショットですね。このコーチジャケット、ね、やっぱ何度かライブでご紹介してるんですけど、なんかディレクターずっと気になってますよね。はい、これやはりコーチジャケットでレザーって近年結構出てなくて、これショットなんで無骨な感じでいいですね。裏地もやはりショットの総柄、やっぱり人気です。すでにこれダークネッツで人気でたくさんご要望いただいてますね、こちらは。はい、これ早速着てみます。お願いします。はい、はい、やっぱりいいですね、これ無骨で。もうなんかちょっとハードな感じでいいですね。これは私でいつもお話しするように172cm60kg、 L でこんな感じなんで、ビタビタに着たい方は M で、緩めぐらいだったらこの L かなっていう感じですね。これをまだ、ね、悩んでる理由がもう一枚にあるんです。ちょっとどっちを買うか悩んでるんです、ずっと。あー、なるほど。こっちはこっちでラムレザーですっごい着やすいんですよ。で、やはりなんかちょっとこのドーナツボタンも浮かれますし、カバーオールも私好きなんですよね。これのどっちかがちょっと気になって、はい、まだ実は購入してないんですよ。だからずっと悩んでるんですね。そうなんですよ。ちょっとこれも着てみていいですか。お願いします。はい、はい、次カバーオール着てきました。革が変わるとなんか表情が、ね、雰囲気変わりますよね。あとこれ M サイズです。カバーオールはなんか M でちょうどいいかなっていう気がしますね、はい、カバーオールなのでレザーでもやはり2つボタンつけてあるので、袖口締めたい方はこの外側のボタンで締めてしまえばまたさらにフィットしますね。調整できるのいいですね。そうですね。だからまあ先ほどの話と一緒で、さらになんかこうガバッと雰囲気を出したい方は私と同じ身長体重でも、まあ、L でもいけないことはないかなって感じですね、はい、ディレクターもし買うならこっちは M サイズ。こっち M ですかね。コーチジャケットちょっとラグランなのでフィッティングがちょっと違うんですね、はい、こっちセットインで肩の。ああ、なるほど。それもあって私こっち M ですかね、はい、ちょっともうちょっと悩みますこの2つは。わかりました。まだちょっといろいろあるので。はい、はい、次は P コートです。ショットの P コートです。クラシカルですね。そうですね。これは重いです。重いんですか。はい、これに関しては重いのが着たいんです。高密度のメルトンウール、ちょっとこちらを着てみたいと思います。はい、やっぱこれ P コートですね。なんか引き締まる感じがしますね。そうですね、これ非常にかっこいいですね。
ちゃめちゃ大人ですね。大人ですね、はい、やはりなんかクラシックにやはりちゃんとハンドウォーマーもついてて、はい、クラシックモデルなんでボタンが 1,2,3,4,5 全部合わせて10ボタン。もともと海軍が採用する前から あったので、やっぱり漁師さんとか着てたのがやはり原型がピーコートですね。それはやっぱりロングっていうのもそういうとこから来てるんですか。そうですね、クラシックだったらロングなんですよ。だんだんショート丈になってくるんですよ。僕やっぱピーコートって言ったらショート丈のイメージ。そうなんですよね、はい、だから年代がどん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 近年になるにつれてこのポケットがなくなってってショートになってって、はい、8ボタンになっていく。さすがですね監督。そういう進化があったんです、ね、そうなんです。だからこれちょっといろんなものがミックスされてモディファイしてると思うんですけど、私の見解だとまあなんか第一次大戦モデルをなんか改良した感じ。すごいこれ渋いなと思って、かっこいいなと思って。ディレクターちょっと素朴な疑問なんですけど、はい、そのボタンの位置とかそういうのでそれって男女兼用とかなんですか。これピーコートは女性も男性も着てるんですけど男女兼用で着るのもありですよね。なんですけどこれなんでこうなってるかっていうと風向きに合わせて着るんです。こっちから風が吹いてたらこっちが上にするんです、はい、でこっちから風吹いてたらこっち上にするんです。そんな感じなんですね。はい、そっから来てるんですよこういうウェア。それが現代まで引き継がれてこういう形になってる。ちゃんとそのじゃあ本当に職業のに合わせて作られてたっていう。そうですね、もうでも本当にまさにその通りです。勝手にユニセックスで着れるからだと思ってました。あ、違います違います違います。これはもう昔から考えられた知恵ですね。確かに、はい、風ちょっとでも入ってきますもんね。そうですね。ちょっと上まで締めてみていいですか。はい、一番上まで締めてみます。かっこいいですね。かっこいいんですよこのピーコート、はい、ちょっと開けていいですか。はい、またこう来てもいいです。これは止められるので襟裏でこういう風に、まああとただ立ててもいいです。これいろんな風に着れますピーコートは意外と。これはちょっと大人の人でちょっと本当にクラシックな感じが好きな人におすすめですね。はい、次はマック・ジョージです。これは1881年に創業されたブランドなんですよ。老舗ですね。老舗です。古い映画に出てくるんですけどスティーブ・マック・イーンがちょっとイメージですね。こちらはこちらに関してはウールが 90% カシミヤが 10% 入ってる上質素材で少しこう光沢が出てるすごい大人の一着です。このあぜ編みも渋いですしね。いいですね。してみます。まずお願いします。はいはい、どうですか監督。雰囲気変わっていいですね。いいですよね。これでサイズ50です。ちょっとタイトめな感じなんですかね。はい、これタイトめに見えるんですけどあぜ編みでこれ着ていくうちに少し伸びてきます。最初はジャストで買われた方がいいですね。逆に大きいの買っちゃうともう、そうですね、もう大きくなってちょっとまずいと思います。あとこのボタンホールもすっごいきつめに設定されて伸びた時を考えて、そうですね、伸びて長く着れなくならないようにいろいろ考えてあります。それなりに歴史があるブランドなのでその辺はもう間違いないですね。じゃあもう間違いないカーディガン。そうですね、これコートのインナーとかにもいいですね。これは大人の人におすすめですね。次はタリアトーレ。美しいレザーですね。そうですね、イタリアの老舗ブランドです。タリアトーレって名前はイタリア語で裁断士。やはりカッティングとかすごい綺麗ですね。フォルムがアップで見たら分かるんですけど若干脂肪感があってすごいセクシーなラムレザー。早速着てみます。お願いします。はい、どうですか監督。かっこいいですよね。はい、で裏地もペイズリーセクシーですね。セクシーですよね。はい、これもたまんないですよね。このやっぱ裾のスナップもついてますし、さらにはダブルジップなんですよ。やはり着方もいろいろ楽しめますね。そうなんですよ、だからいろんな着方で着てで、なんかちょっとこの辺もジップがついてて、袖口本当だ、なんかちょっと長めですよね。そうですね、はい、ちょっとこれセクシーですね。確かにセクシーレザーですね。うん、よりセクシーな感じで気になりますよね。なんか本当にかっこいいしか出ないですね、シンプルで、はい、ため息ですね。ため息もんですね。はい、はい、はい、次がタリアトーレですね。もう一着これさらにセクシーですね。いや、さらに大人な感じが増しましたね。はい、やばいですね。こちらラルフってモデルですね。これは以前ライブでもご説明した通りこれはミリタリーモチーフです。はい、B3、B6 そのあたりのモチーフですね。着てみます。かっこいいと思うんで着てください。はい、美しいですよね。いや、美しいです。
やっぱりこれかっこいいですね。ため息もんですね。ため息もんですね。はい、これはあの裾もベルトがついてるんで、さらに絞って調節できるんですね、はい。自分好みにビタビタにしたりとかできますね。これそういいですね。その気分に合わせてとか、コーディネートに合わせて。このモデファイはかっこいいですね。上まで締めてきました。めちゃくちゃかっこいいですね。かっこいいですね。これあったかいです。ムートンジャケットは何個か説明させていただいてるんですけど、上まで締められるやつはこうやって締めた方がいいです。それはなぜですか？いや、なんか雰囲気出るじゃん。あ、雰囲気出る。あったかいです、はい、真冬。これも本当にすごいフォルムがかっこいいんで、まさにエレガントを際立たせます。いや、名言ですね。はい、はい、監督以上です。ディレクター、いろいろと見てきましたが、どれですか？いや、どれも欲しいですよね。当てていいですか？はい。絶対ゴールドウィンですよね。ゴールドウィンですよね。はい。僕絶対ゴールドウィンだと思います。全部欲しいですね、本当に。いや、いつものように頑張って順番で買っていくとか、ちょっといろいろこれから計画立てたいと思います。はい、結局どれですか？一番欲しいのですか？はい。もう真っ先に買おうかなって考えてますか？はい、このバーレーです。バーレーですか？はい。いや、だって紹介してないじゃないですか。いや、これバーレーはライブで紹介しました。ライブで確かに紹介しましたね。はい。はい、まさかの着丈も抜群だし、はい、やはりこのトランスポートの上にバーレ、いや、もうかっこいいんですけど。そうですね、これから寒くなるからちょうどいいですね。はい、まあ、ちょうどいいんですけど、はい、いや、皆さんにもおすすめです。まあ、おすすめです。はい、はい、はい、そうです。なんか表紙抜けしちゃったんですけど。以上です。わかりました。じゃあ今回はバーレということで、はい、はい、じゃあいろいろと決めていきましょう。はい、ありがとうございました。